どうしたマスター、犬みたいにスン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 して。香水変えた。気づいた、いつもニブチンやのに今日は繊細やね。コロンの香り変えてみたん。おお、いや僕もね IH もええかな思うんやけど、やっぱりガスかな。それコンロ、私が言うてるのコロン。コロン、コロン、香水。おお、なんか心境の変化があったのですね。もう気分転換したくてね、のぞみちゃんもいろいろストレス溜まって大変なの。振られたい、また振られたい。言わないでよ。せやけどのぞみちゃんがね、ストレスなんてね、こんな自由気ままにね、身勝手に生きている人がストレスない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 。えらいようやね、のぞみちゃんだってストレス溜まるねんから、うん、あのね、うん、そんなこと言ったらもう心理テストやってあげないよ。心理テストって何ですか。今、うん、あなたが嗅ぎたい香りはどれですかっていうのに答えたら、マスターの今一番のストレスの原因とベストな解消法が分かる心理テストがあるの。これやってやって、はい、じゃあ行きますよ、はいはいはい、想像してください、はい、今一番嗅ぎたいのはどんな香りですか、はい、1番グレープフルーツ。あ、グレープフルーツ。2番ヒノキ。ヒノキ。3番コーヒー。あ、コーヒーね。4番バニラの香り。あ、この4つから言うと、うん、生乾きかな。生乾きはないですけど、ちっちゃくある。あった、生乾きの香り。すっきゃり、あの洗濯物の生乾きだから、俺生乾きしか聞いひんねん。変な人。うわー、そう、あった。どういう結果。うわー、教えてよ。知りたい、うん、知りたい、うん、知りたい、はい、生乾きを選んだ人は、うん、答えは、後半に。後半に続く、気になりますよね。皆さんもチャンネル変えないでくださいね。後半まで続くんですよ。さあ、先生だったらどうですか、どんな香り選びます。うーん、今の気分だったら、はい、私ね、バニラですね。なんでバニラなんですか。なんかこう甘いものというのが疲れ取れそうじゃないですか。甘えん坊なんですね。みよりさんいかが。私はグレープフルーツですね。グレープフルーツね、迷ったんですよ私も。絶対グレープフルーツですよ。ほう、なぜ。だってね、あの疲れ取れそうじゃないですか。ああ、わかる、うん、活気が出ると言いますか、はい、若々しくなるというか。なんとなくね、あのみよりさんおっしゃったように、はい、この香りだったらこういうイメージですねっていう、多分ね皆さんもあると思うんですよ ね、納得。じゃあマスターが選んだ生乾きはどういったことと結びつくんですかね。あんまりね楽しみじゃないんですけど、エンディングまでの楽しみにしておきましょうね。そうしましょうってことです ね、はい、さて今日のビズラボでは、匂いを科学する香りの総合カンパニー、大見八幡市にあります大見オドエアサービス株式会社をご紹介します。そしてビズログでは、観光を盛んにする、地域の魅力を発信する、これらを映画やアニメと結びつける新しい発想、コンテンツツーリズムについて解説しますね。滋賀経済ナウ、最後までお付き合いくださいね。心理テストの答えも番組最後に出てきますよ、多分ね。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボ。今回は大見八幡市にあります匂いを科学する香りの総合カンパニー、大見オドエアサービス株式会社をご紹介しますよ。滋賀を代表する企業の一つ、大見兄弟社のグループ企業で、信仰と商売の両立の実践という創業者亡立の精神を、匂い環境を整えるという事業で実践するユニークな会社です。目には見えない匂いに対する対策、どんな取り組みがされているんでしょうか。今回はのぞみちゃんがクンクン鼻を聞かせてリポートしてくれてますよ。ご覧ください。映画やドラマでおなじみの大見八幡市の八幡堀にやってきました。大見八幡といえば大見沙織のふるさと。滋賀を代表する企業の一つ、大見兄弟社の創業者ウィリアム・メレル・ボーリズさんゆかりの地でもあります。さてこの土地で匂いをビジネスに展開するユニークな企業があります。大見オドエアサービス株式会社です。匂いをビジネスに展開するってどういうことでしょうか。大見オドエアサービス株式会社は6法人13事業体を持つ大見兄弟社グループの中の一つ。本社ビル1階にあるメンターの資料館で代表の上野さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
こちらが建築家としても有名なボーリズさんですよね。はい、そうです。ボーリズは、アメリカから、やってきたんですけれども、キリスト教の伝道活動を志して、英語の教師として日本に派遣されました。その後建築の仕事を始め大見兄弟社を設立。メンタームでおなじみの製薬や教育、医療など社会貢献を通して大見兄弟社の事業を広げていきました。私たちは株式会社大見兄弟社の産業用消臭剤部門として、設立された会社なんですけれども、1950年代に、環境汚染が社会的な問題になった時に、悪臭公害を解決していくことに取り組もうということで、消臭剤の販売からスタートした会社になります。悪臭ってすごいストレスじゃないですか、はい、そういうところにもやっぱり貢献していくっていう考えも受け継がれてる感じはしますよね。そうですね。で当社は、国家資格である臭気判定士を揃えて、匂いのプロフェッショナル集団として、活動しているのが特徴になります。そんなのがあるんですか、はい、初めて聞きました。聞き慣れない臭気判定士という資格、そのお仕事ぶりを拝見しようと近江オドエアサービス西日本事業所をお訪ねしました。こちらが臭気の測定室になります。お邪魔します。なんか作業されてますね。はい、先ほど言われてた匂いのプロフェッショナル臭気判定士さんはどの方ですか。ここにいるほとんどが臭気判定士の免許を持っています。ほとんどの方は、はい、女性の方も。そうですね。あ、はい、すごいですね。はい、その臭気判定士の資格っていうのは結構難しいんですよね。そうですね。匂いの採取から測定までを管理できる国家資格ということで、かなり難易度の高いものになっています。実際に臭気測定をする場所に出向いて資料、つまり匂いを採取するときには風向きなども判断してポンプの吸入口やチューブの先を人間の鼻の位置にセットして匂いを採取します。また匂いに含まれる揮発性の低い物質については水に溶かせる装置を使って採取。さらに脱臭装置などから排出される匂いを採取するときには排気口にノズルを入れて採取します。匂い、特に悪臭と言われる匂いはさまざまな物質や条件が絡み合って発生する複合臭です。匂いを有する物質は40万種以上あると言われています。その中にはアンモニアやアセトアルデヒド、トルエンといった悪臭物質も含まれていますが、それだけを取り除けばいいというものではありません。そこで匂いの分析や測定にとって重要な役割を果たすのが人間の嗅覚です。3点比較式匂い袋法という試験なんですけれども、匂いを含む空気が入っている袋を1つ、それと、無臭の空気だけが入っている袋を2つ用意して、合計3つの袋から、匂いの入っている袋を当てるという試験になります。それを6人の、パネルが判定して、さらにその匂いが分からなくなるまで匂いを薄めていって、当てていくという試験方法になりますので、ちょっとゲームみたいな感じの試験方法になるんですけれども、これが嗅覚を使って統計的に処理する臭気指数測定という形になりますので、これが今悪臭防止法の中で工程法として定められている試験方法です。1971年に制定された悪臭防止法、当初は指定された特定悪臭物質の濃度を基準に規制がかけられていましたが、分析機器だけでは人が実際に感じる臭気とは一致しないため、1995年から人間の嗅覚による臭気指数規制が導入されるようになりました。近江オドエアサービスでは臭気判定士による測定と機械による悪臭物質の分析結果などと合わせて匂いを総合的に評価、製造工場や家畜糞堆肥のコンポスト施設などへの対策に西日本唯一の第一種臭気測定認定事業所としての実力を発揮しています。めちゃめちゃリアな場所ですね。そうですね。見えない匂いを数値化する現場を目の当たりにしたのぞみちゃん、
せっかくの機会なので嗅覚検査を受けてみることに。検査してくださるのは技術部部長の諸井さん、匂いのスペシャリストです。5つの基準臭を使って行われる嗅覚検査、用意された5枚の匂い紙のうち2枚にだけ匂いをつけ、正しく嗅ぎ分けられるかを判定します。3つ目の匂いはイソ吉草さん。でお父さんの匂いがする。そうですね、はい、正解です。靴下の蒸れた匂い。はい、では最後の、はい、はい、最後ですね、はい、これが分かったら合格ですね、はい、嗅覚検査合格です、はい、分かりました、はい、おばあちゃんの匂い、はい、正解です。おー、はい、やった、おばあちゃんの匂い、スカトールという匂いで、はい、これを濃くすると糞便の匂いになる。薄いとこんな感じ。非常におばあちゃんそんな匂いしない。匂いの表現の良し悪しはともかく、のぞみちゃん全問正解、見事合格です。嗅覚検査お疲れ様でした。そして最後に近江オドエアサービスの本領である消臭の実力を見せていただくことに。絶対に溜めてはいけない生ゴミ、この匂いをサンプリングして一発消臭の威力を見せてくださるのは、消臭剤の研究開発をされている安住さん。あの生ゴミの匂いがこの中に入ってるんですよね、はい、これ嗅がないとダメですよね、はい、一度嗅いで体験してみてください。めっちゃ臭かったです。もういきます。あのね、何週間も捨て忘れた生ゴミの匂い、しかも真夏に。そうです、めっちゃ臭い。じゃあこれから消臭剤を入れていきます。はい、めっちゃ入れてください、消臭剤。はい、そんなちょっとでいけます？そうです。うわ、ちょっとね不安なんですけど大丈夫かな。めっちゃ臭かったからな。あれ、めっちゃフローラルの、全く嫌な匂いしない。あ、すごい、あんなちょっとで変わるんですか？そうです。匂いのプロフェッショナル集団のパワー、あっぱれです。あの、改めてなんですが、上野代表からこれからの近江オドエアサービスさんの将来の展望というか、あのそういったところをお聞きしてもいいですか？日本の悪臭防止法に倣ってアジアの国々でも、同じような法律が今施行されようとしています。でそういった、海外の方でもですね、我々の製品を使っていただいたり、またあの我々の測定の技術を採用いただいたりしているところがございますので、そういったこと、あの地域をより多く広げていきたいなというふうに思っています。私どもの創業者のモーリズが社会的課題を解決しに事業に奔走したように、我々も同じく社会的課題をですね、これからまたより多くの地域で、匂いの解決っていう視点から、捉えていきたいなと、そういった形で、社会に貢献できる企業を作っていきたいなというふうに思っています。臭気判定士という国家資格があるんですね。初めて知りました。難しいみたいです ね。あのどうやら難関の資格のようで、はい、合格率もですね 20% ほどらしいんですよ。これ相当な難関ですよね。本当ですね、それにしても匂いってなかなか微妙なものですよね。悪臭のまあ原因ってですね、多分いろんなことがの考えられると思うんですよ、はい、ただ科学的にこれを改善していこうと思っても、ね、解決されないものってのはあると思うんですね。だそれがですね、人間の嗅覚で解決していくってことなんでしょうね。サンプリングする時もこの人の鼻の位置で空気集めてましたもんね、はい、やっぱり高さで温度も違うでしょうし、温度で香り匂いも変わってきますもんね。あ、人が不快に思う匂いってあるじゃないですか、はい、これやっぱりあの人間しか理解できない匂いってあると思うんですよ。感覚ですもんね、はい、だからまず人間の嗅覚を生かしてそれを取り除く努力をする、はい、だけれどもそれだけだとですね、科学的な裏付けがないんですね。そこを機械で測定したデータを活用していくってことで、はい、人が主体で機械がですね、後になるようなコラボレーション、これができてるんでしょうね、はい、
で、それから、ね、もう一つ気づいたのは、あのボーイズさんのその精神ですよね。あの創業の精神ということと関連するんですけど、あの医療ですとか環境福祉っていうのはどちらかというとあの無償の行為、はい、ボランティアからまあ始まってるわけじゃないですか。でそれがですね、今こういう時代になってソーシャルビジネスにあの発展してきてるんですよね。はい、ボーイズさんの場合は約100年前ぐらいに、おそらくですね、おそらくはソーシャルビジネスの考え方ってもうすでにお持ちだったんでしょうね。それって人間が一番大切にしていかなきゃいけないことなので、まあ、あの普遍的なものでもありますから、まあ、あのよくそこに気づいてずっとこう今まで培ってきたっていうのは素晴らしいことだなと思いますよね。はい、これからはアジアにもビジネスの場を広げていきたいということですから、滋賀県のより良い匂い環境を整える技術、どんどん発信していってほしいですね。以上、ビズラボでした。荻窪さんに様々な経済ワードを解説いただくビズログです。さて今回のテーマはこちら、コンテンツツーリズムです。これってあの映画ですとかアニメの舞台になったところを実際に訪ねる聖地巡礼のようなものですよね。聖地巡礼も含んでですね、はい、もっとあの大きい概念になるんですけども、日本がですね世界に誇るといえば、はい、コンテンツビジネスなんですよね。まあ、情報の中身のことを、まあ、コンテンツって言うんですけど、はい、例えばあの映画ですとかドラマ、それからアニメに、まあ、ゲームですよね。それから漫画、小説、まあ、たくさんありますけれども、ね、あの舞台になってる地域とか、はい、スポットって絶対あるじゃないですか。でその地域スポットをそのまま置いとくんじゃなくて、それをですね地域に関わるコンテンツとしても活かしちゃうんですね。はい、でそれを観光ですとか関連する産業の振興を図るためにもっと活かしていこう、それを図るためのですねツーリズム、うん、まあ、観光よりもうちょっと広い概念なんですけど、これをコンテンツツーリズムって呼んでるんですね。うん、先ほどビズラボでですね、はい、のぞみちゃんがまあリポート言ってくれた近江オドエアサービスさんってありましたよね。であちらってですね、あのボーリズさんの創業の精神っていうのがまあ生きている企業なんですけども、はい、まあ、社会貢献ですとか振興と商売をまあ両立させる、まあ、社会性とですねビジネスを両立させる概念じゃないですか。でこちらコンテンツツーリズムも結構似てまして、映画ですとかアニメっていうですねビジネスっていうのは社会性のあるあのエンターテイメントで、それともう一つ地域振興を図ることによってビジネスとしてあの活性化する、はい、これがですね、まあ、両立する形になっているので結構ですね通ずるものがあると思うんですよね。そうですね。ロケ地といえば滋賀っていうイメージ皆さんもないですかね。ありますね。ね、自然豊かな風景ですとか、うん、それから制作人のイメージに合致するようなちょうどいい大きさの寺社仏閣があったりですね、はい、新しすぎない建物、レトロな建物がまあたくさんあるというですねことを皆さんが残してくれたからロケ地に選ばれやすい、はい、でもう一つは待ってるだけじゃこれダメなんですよね。やっぱりですねロケ地として選ばれるための努力っていうのが必要で、その中にですね例えば支援体制っていうのがあるんですけども、はい、それが市がロケーションオフィス、こういったですね支援体制が整っているともすごく大きいんじゃないかなと思います。そうですね。あの皆さんちょっとね思い浮かべてほしいんですけども、ロケ地に選ばれました、じゃあロケ隊の皆さんいらっしゃいますよね。その方たちが滞在する中で使う費用全部ここに落ちますよね。お金がお弁当とか飲み物とか、はい、みんなですよね。細かいこと言いますけど、はいはい、そうするとですねまず直接の経済効果がそこに生まれるんですよ。はい、で次やることっていうのはロケ地の皆さんと一緒に例えばボランティアですとかエキストラを集めるときにやっぱり地域の方に協力いただかないといけないんですね。一緒にやりましょうってことになると、はい、おそらくですね町が活気づきます。はい、これですね心理的な影響がすごく大きいんですね。で作られると今度はよそから県外からたくさんの方が押し寄せます。それがロケ地巡り聖地巡礼という形になって、はい、ファンがずっと続くことなんですね。うん、最近では映画そしてドラマに加えて大きな効果を出しているのがアニメ作品ですよね。はい、滋賀県を代表するアニメのですね代表的なロケ地聖地といえばですね、はい、滋賀県豊里町にある豊里小学校旧校舎群ですよね。軽音というですね作品、これでまあ非常に有名な聖地ですよね。軽音は痛ましい事件のあった京都アニメーションが制作したもの、まあ、応援しようということで今もいろんな方が訪ねているようですね。ボーリズ建築のですね傑作と言われている豊里小学校の旧校舎群なんですよね。はいはい、でこちらはですね、うん、アニメ開始当初から主人公たちが通ってるですね学校のモデルってあそこじゃないのかなっ
ていう形で、うん、結構話題になってたらしいんですよ。想像する楽しみもありますよね。はい、でそのためにですね、はい、建物 の耐震改修ですね、これは行って一般公開がされますと聖地としてやっぱり話題になってたくさんの方が訪れるようになったらしいんですね。はい、はい、で商工会の青年部が中心となって慶應で町おこし実行委員会というのが立ち上がったらしいんですけども、委員会作って、はいはい、その方たちは聖地巡礼型の町づくりっていうのを一生懸命になって、はい、そことの向き合ったらしいんですよね。うん、でまずは第一にあるのがファンの方たちが見たいと思えるような提供をする、はい、それからファンの方たちが居心地のいいようなですね場面を作っていこうとしたんですね。うん、はい、例えばなんですけども教室を一例にとると教室の中で机がまあ並んでいますと、そのシーンをまさに再現する場所を作ってしまおう、うん、これファンの方たちもですね手伝って一緒に作ったケースもあれば、それを組んでですね作ったケースもあるらしいんですけども、はい、そういったもの、それから教室の黒板にですねもう落書きしちゃっていいよとかですね、アニメにちなんだグッズも置いてっていいですよっていうのを許していただくと、はい、そこがもう一大観光スポットになっていくっていうのが一つです。あれダメこれダメじゃないんですね。はい、でさらにもうちょっと広げていくとですね、まあ滋賀ですから飛び出し坊や、はいはい、これはですね、これですね、アニメのキャラクター風に今リメイクしていくと、なるほど、はい、そういったのもですね、うん、作品とその地域をですね大事にしていこうという方がどん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 集まったですね、一大地域になっていったというのが豊里の成功の例だと思います。なるほどね。コンテンツツーリズムを進めていくにはそのコンテンツを生かした観光資源を地域の側からもこう作り出す工夫っていうのが必要になってくるんですね。はい、地域スポットを地域の方が大事に思えば思うほど、はい、ファンはそこに共感するはずなんです。はい、でそこにですねファンと地域が一緒になって作った街づくり、これはすごい、うん、これをですねずっと続けていくことによって地域振興は続いていきます。はい、この作品はずっとですね忘れることなく続いていきますから、はい、一過性でなくなるんですね。でこういった取り組み私も応援したいです。うん、なんか今日暑いですね。コンテンツツーリズムですか、関わる皆さんのことも本当に応援してますので一緒に頑張っていきましょうね。そうですね、地域のみんなで考えていくことがふるさと愛にもつながっていくんでしょうね。以上ビズログでした。今回は匂いを科学する香りの総合カンパニー近江オドエアサービス株式会社をご紹介しました。いかがでした？はい、やっぱりですね人間の嗅覚って本当に大事なんだなと思いますよね。はい、ですからこれだけ機械が進化していっても、うん、それを融合させてですねやはりそこに主体は人だっていうですねその考え方よく分かりましたね。はいはい、でそれからボーリーズさんの精神っていうのは創業者が偉大であればあるほど継ぐのがすごく難しいんですよ。はい、受け継ぐ側の責任とかですね、うん、受け継ぐ側の心持ちってすごく大事なんで、はい、それを受け継がれていること自体が素晴らしいと思いますね。そうですね、全ては人のために人が頑張るっていうことでしょうかね。はい、機械の時代ですけどもやっぱり最終的には人なんでしょうね。ですね。現代では映画やアニメの聖地として自分たちの地域の魅力を再発見していく、コンテンツツーリズムを盛り上げていこうっていう社会貢献の一つかもしれないですしね。はい、みんなで頑張っていきたいですよね。はい、そうですね。滋賀にはまだまだいろんなビジネスチャンスがあちこちにあると思います。もしかしたらテレビの前のあなたのすぐそばにあるかもしれませんよ。みんなで発見していきたいですね。これからも私たちこの番組を通していろいろ掘り起こしていきたいと思っています。滋賀経済ナウ、次回もどうぞお楽しみに。心理テストの答え気になる。そうです。あーもう落ち着かへんわ。なあ早く教えてよ。おい、いや応援じゃないよ、さっきの診断結果教えて。診断結果何の話？匂いがね、僕は生乾きの匂いが好きや言うて。そんな大昔の話のぞみちゃん覚えてません。さっきの話や、さっきの、あんなゲラ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 笑っててんから気になります。そんな知りたいの？はい、いいけど生乾きの匂いを嗅ぎたい人は、はい、恋も仕事も全てうまくいきません、ストレスマックス残念でしたって書いてある。そんなことはね30年前から分かってるんです。分かってたか。せやから、うん、それを解消するためにはどうしたらええのっていうことが書いてあるんでしょ。あ、そうそれね、そう解消方法ちゃんと書いてるよ、ほらここに。お解消方法、今日一番最初に出会った異性に美味しいご飯をおごってあげて
その女性が一番欲しいものをプレゼントしてあげて、その女性が可愛く喜んでいる姿を見て、マスターも幸せな気持ちになってストレスを発散するっていうのが解消方法って書いてあるわ。金かかるけどしゃあないな。うん、ほんだら早速店閉めてちょっと街に出てくるわ。ちょっと、なんでお店閉めて街に行くの？いや、その素敵な異性に出会わないといけない。何を言ってるの？一番最初に今日出会ったのはのぞみちゃんでしょ。こんな素敵な女性がここにいるでしょ。ああほんまや、ね、なんで来たん？なんで来たんじゃない？うわ、今日いっぱい食べたいけど、まずは焼肉食べて、その後はフレンチ食べて、イタリアン食べて、ケーキも食べたいし、あ、そっか、プレゼントも考えなあかんねんな。